アンライバルドとは、日本の競争馬、シュボバ。主なカチクラは2009年札起賞。馬名は、匹敵するもののない、無比のという意味である。ネオユニバース初年度3区の一等であり、サンデーレーシングでは、総額6000万円で募集された。10月26日、安城に、岩田光生を迎え、京都競馬場でデビューした。このレースには後に、 ボバ混合 GI レースをいくつも賑わせた、ヒンバブエナビスタや東京優秀に着馬、リーチザクラウン、キショー馬スリーロールスといった競合が出走していたが、後位から直線で抜け出すと、リーチザクラウンに一馬身一、四差をつけて勝利した。二戦目となった京都二歳ステークスでは、直前のレースで岩田光成が落馬負傷したため、急遽、川田省宮火に乗り換わりとなった。 道中折り合いがつかず、直線で伸びを書いて三着に敗れた。年が明けて一月二十四日の若駒ステークスでは、再び田綱が岩田に戻り、直線でスへ足を伸ばすと、名称どんたく以下にン三馬新半の喫茶をつけ解消した。さらに、三月二十二日のスプリングステークスに出走。集団追走から直線で一気の伸び足を見せ、レッドスパーダにハンバシン茶をつけ重賞発制覇を、 飾るとともに、サツキショーへの優先出走権を手に入れた。4月19日、サツキショーに出走。8枠16番からの発送となった。レース前の各新聞紙面には、ロジユニバースリーチザ・クラウンとの3強の争いとの見方が強かったが、折り合いを書いたリーチザ・クラウンは、直線入り口で失速、中段やや前方につけていたロジユニバースも第四。 コーナーで早々と馬群に飲み込まれた。アンダイバルドは、中段後ろでの競馬から、直線半ばで前にいる馬をまとめてかわし、残り200メートルほどで抜け出して先頭に立つと日着の、トライアンフマーチに一番進半の喫茶をつけ解消した。二冠制覇を目指し5月31日、日本ダービーへ出走。大雨の影響で40年ぶりとなる不良馬場での、開催となった。 サツキ賞1着ということもあり、単勝2.1倍の一番人気に支持された。レースは、ジョーカプチーノが極度の不良馬場にもかかわらず、前半1000メートルを59.9というハイペースで、休養を挟み、9月27日の神戸新聞杯に一番人気で、出走。レースでは、中段追走から最後の直線で追い上げてくるものの伸びきれず4着に、敗れた。 10月25日の菊花賞では、スタート直後の第3コーナーでつまずくなど、スムーズに走れず、直線では伸びずに15着に敗れた。この後は、ジャパンカップ出走を見送り、安城外田からミルコデムーロに乗り換わり、12月27日の有馬記念に出走した。道中は、中段からレースを進めたが、 すでに4コーナー付近から一度りが下がり始め、15着で、との負けとなった。レース後、山本トレーニングセンターへ放牧に出されていたが、2010年1月5日に、さぜに浅くっけ炎を発症していることが判明した。ヤシロ大ホースクリニックにて肝細胞移植手術を受けた後、長期休養となった。2010年はそのまま一度も出走することなく、終わっている。 5月28日の金ャ地賞で復帰。レースでは3.4番手に控える形となったが、直線で伸びをかき5着。その後、9月25日のオールカマー出走を目指して、休養先の牧場で調整が行われていたが、調整中に再び、左前足に、クッケン炎を発症したために、友道康夫調教師が8月17日に、現役引退を発表した。引退後は、 ブリーダーズ・スタリオン・ステーションで種ボバ入りする。2012年から種ボバ生活を開始。初年度から45頭、25頭、14頭と種付け数は少なめ。2015年から3区がデビュー。同年6月の新馬戦で東証ドラフターが勝利して JRA、地方を通じて初勝利。同馬が翌2016年3月のファルコンステークスにも優勝。 バルダッサーレが同年の多いの東京ダービーに優勝。これらの活躍を受けて2016年の種付け数は101頭と大幅に上昇した。2018年12月11日、イーストスタッドに移動した。2020年10月14日、イーストスタットからブリーダーズスタリオンステーションに戻った。初年度3区の後は活躍場がなかなか出せず。 種付け数は2017年49等18年23等19年5等と急降下している。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。